今日は走れ配達屋さんで遊ぶよ。このトラックでいろんなお荷物を運んでいくよ。お客さんは誰かな？マルリン。あ、マルリンちゃん。じゃあマルリンちゃんはここのお家で待ってってね。何？どこ？はい、こちら配送センターです。何をお運びしますか？はい。今日は、はい、ミミリンの誕生日だから。わー。ケーキと、はい、ミミリンが大好きな、はい、クマさんとお花。はい、わかりました。あと、はい、お昼ご飯にパンとピザをください。わー。一度に運べない場合は2回に分かれますがよろしいですか？はい。はい。少々お待ちください。よし。それじゃあ今から宅配の準備をしよう。注文をされていたのはケーキ。あとお花とぬいぐるみだったよね。あとはピザとパンも注文を受けてたよ。うん、じゃあピザとパンは後で。オッケー。じゃあ運転手さんは誰が行くかな？はなちゃん。あ、はなちゃんお忙しい。行きます。はい、行ってきます。あー、プレゼント。よし、荷物を落としちゃったからやり直し。あはなちゃん危ないよ。このトラックは、ちょっとはなちゃん、大事なプレゼント、まもなく到着です。まもなく。マルリン、お待たせ。ありがとう。どうぞ。ありがとう。あれ、ピザとパンはまだかしら？後で持っていきます。わかった。今高速で帰っています。はい、待ってます。はい、忙しい忙しい。今度はピザとパンを運んでいくよ。またリッピーないと。マルリン、お待たせ。どうぞ。ありがとう。あ、ここではミミリンのパーティーが始まっているよ。あ、待って、マルリンおめでとうって書いてある。マルリン、じゃあ今日はミミリンの誕生日だって。ミミリンドカーン。ハッピーバースデーとぅゆー。ハッピーバースデーとぅゆー。おばさんぷきん。ハッピーバースデー。おまらんぷくん。ビビリー。おまきとらん。ハッピーバースデーとぅゆー。おまきとらん。見て、ここにね、前届いたこれのやつで、これろうそくでさ、作ってる。ほんとだ。これをブロックにして遊べるんだね。うん、